はい、皆様どうも、マフロです。それではにゃんこ大戦争やっていこうと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、今日はですね、ふうにゃんことこちらの方をやっていこうと思います。前回ね、知らない間に終わっちゃってたんですよね。やろうと思ったらすでに消えてたという。で、15回まで終わってたので16回からになります。前回ね、リセットされたんですけど進めておきました。で、前回手に入れたガオーさん、まあすごいキャラらしいんですけど、自分まだよく分かってないんですよね。あんまり使ってないんで、はい、とりあえず入れてみました。まあバランス崩れるかなとは思ったんですけども、せっかく手に入れましたし、攻略法なら他の人も出しますよね。なのであえて使っていこうと思います。まあこのステージに通用するかどうかはわからないですが、それではいってみましょう。どんなステージでしょうか。浮いてる敵属性を無効化。とりあえずちょっと盾を出して、上手に青さん入れたんだけど、マジか。もういっぱい出てきてんじゃん。マンボウもいるよ。やばいよ。これ、回転し。そうか。いっぱい出てきたよ。なんかいっぱい出てきたよ。天使で固めないときついね、これはね。編成変えようか。じゃあここはカオさんせっかく入れたけど全く使えなそうです。これちょっと変えよう。あ、これ黒対策、これゾンビ対策にしよう。まずはこの人いらないね。ラーメンさんが確か天使に強かったはず。どこ行った。誰だ。この人を入れよう。あと天使に強そうな、ゼウスさん戻そうか。これでちょっと様子見てみようかな。いきなり16回で詰まる。対策を考えないとね。ラーメンさんに頑張ってもらう。あ、ここで食べる。
だいぶ落下
さあ次18回お足りるね、行ってみましょう。なにまた旅どうしよう、これいっぱいありそうだな。成長させてみよう。これでいいでしょう。まさかのまた旅に悩まされるとは。さあどんなステージでしょう。ここは活躍してくれそうだね。おお歩いてる、足生えてる。やばい、止まらないに。おゾンビまで来てるよ。いいか。おお、さらにやべえ、なんか。ああゾンビ様が山も、いやーいやーゾンビ対策これか。お金を貯めてガオさん、今からでもできるか。飛ばせ。すげえな。かなり押されてた。
まあ時間もちょうどいいし統率力も切れたので、レア回して今回は終わっておきましょう。2枚あるしね。ウルトラソウルズもう完全に運使っちゃった気がするけど回してみます。これが普通だよ。前回動かしすぎたんで。はい、見ませんでした。イベントガチャはどうしようかな。100枚まで貯めるかな。はい、それでは今回はここで終わっておきます。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。ではさようなら。